横浜スタジアムです。横浜 DeNA ベイスターズ対広島東洋カープ、この一戦をお送りいたします。ベイスターズの先発は右の伊能、対するカープの先発は左のジョンソン、以上の両先発。さあ間もなく試合開始となります。右の伊能マウンドに上がります。期待しましょう。注目の投球です。さあ注目の立ち上がり、トップバッターは西川。背番号63、はい、第9。あっと引っ掛けた。伊藤取った。セカンドから一塁送球、アウト。これでワンアウト。0対0で迎える2回です。ワンアウトランナー一塁という場面で磯村。第5球、投げました。打ちました。キャッチャーの頭上。伊藤余裕があります。掴みました。これで2アウト、ランナーは一塁変わりません。上本背番号0。第9、打ちました。ロペスボールを取る。伊能取ってアウト。3アウトチェンジ。カープファーストランナー残塁。2回の表が終わって0対0です。さあ先制のチャンスを迎えました。ノーアウトランナー2塁という場面で伊藤。第9、投げました。決まった。ストライク。まずは見送りました。投球これから2球目。スクリューはボール、アウトローへ。第3球を投げた。ボール。次が4球目、投げた。これはバットの根元、取りました。ボールは中継。三塁送球、三塁タッチはセーフ。ベイスターズなおもちゃ。カープ追う展開で迎える3回です。ノーアウトランナー1塁という場面でジョンソン。1球目ストライクから、あーっとショーフライになった。掴みました。送りバント失敗。これでワンアウト、ランナーは1塁変わりません。第3球を田中スタート。投球ボール、タッチはアウト。盗塁を。カープ追う展開で迎える4回です。ノーアウトランナー1塁という場面で堂林。最初のバッターボックスはセカンドゴロに倒れています。打ちました。初球打ち、ヒットになります。打球が転がっている。ボールは中継。ランナー2塁でストップ。堂林ツーベース。ベイスターズ逆転のピンチを迎えます。さあいよいよ試合の流れが変わりそうな場面。第4球はアウトコース、空振り三振。アウトコースの変化球でスイングアウトを取りました。次が5球目、空振り三振。ピンチを連続三振でしのぎます。バッターは6番磯村。第1打席はキャッチャーフライに倒れています。初球引っ張った、レフト前クリーンヒット。二塁ランナー三塁回ってホームに突っ込む。ベイスターズ逆転されました。2対1。カープやりました。これで勢いがつきそうです。ベイスターズ追う展開で迎える4回です。ワンアウトランナー一塁という場面で伊藤。第1打席はセンターフライに倒れています。投げた。ストレートはボール。第3球を投げた。打ちました。ライト交代。取りました。ボールは中継。ランナー一塁に戻ります。これで2アウト。ベイスターズ追う展開で迎える6回です。バッター伊藤、今日はセンターフライとライトフライ。あっと入れば同点だ。いった、入った、入った。ホームラン、同点ホームラン。レフトスタンドに叩き込んだ。ストレートを狙い打ち、伊藤一振りで同点。素晴らしい一発をベンチも祝福。同点で迎える7回です。ツーアウトランナー一塁という場面で田中、投げた、打ちました。引っ掛けた。打球はファースト後方、掴んで、これで3アウトになります。上空にはエスコバー降板。右のパットン、今日3番手としてマウンドに上がります。今日は配球にも注目したいと思います。打ちました。これはいい当たり、入れば勝ち越しだ。さらに伸びていく、入った、入った。ホームラン、ツーランホームラン。白球は無情にもレフトスタンドへ。ストレートを完璧に捉えられました。さあチームメイトからも祝福を受けます。9回の裏、これからベイスターズの攻撃に入ります。先頭バッターは伊藤、投げました。
初球を打ちました。ライト下がった。ライト掴みました。これでワンアウト、ランナーはありません。ベイスターズ悔しい敗戦です。さて本日のヒーローはフランスは無失点の好投を見せました。本当に今日